A runway to Ellora, India, and a mysterious landmark in Nazca. In this video, I would like to show you a landmark which shows the direction to Ellora, India. この動画の中では、私林博士が今まで皆さんにお見せしてきたランドマークとは異なったランドマークをお見せいたします。この丸で囲んだあたりはですね、私林博士が第二ゾーンと呼んでいる地域です。このあたりには南アジアの拠点からのラインが集まっています。そしてその方向を示す滑走路が集まっています。その一角にこのような穴の開いた箇所があります。その穴から一本の滑走路が向かって右側の方に走っているのがわかります。この穴は何かということですね。同じ場所を古い写真と比べてみます。つまりこの丸の部分はですね、マウンドなのかそれとも穴なのかという問題があったからです。で、マウンドならばこれは穴ではないということになりますね。で、まあ写真だけでは判別できませんが、この影に注意してみてください。これは穴なのかそれとも山なのかという問題ですね。で、まあ簡単に検証してみます。で、ここにランウェイが走っているのがわかります。この白いランウェイがですね、この最終的にはこの穴の上下まで伸びている点に注意してください。で、近くの同じ年に撮られた写真ですけども、木の光の方向と比べてみました。光は右上から左下に走っているのがわかります。影が左下にできてますね。ということはこの穴のように見える、あるいはマウンドのように見えるこの辺りはですね、この中心点はマウンドではなくて穴だということがわかります。もしもこあの中心がですねマウンドであれば、その影が左下の方にあるはずですね。ですからこれはマウンドではなく穴ということになります。がどうしてこんなところに穴があるかということです。ランウェイがその穴を取り囲むって言いますか、上下に、取り囲むようにしてこの辺りまで伸びている点に注意してください。つまりこれは穴だということです。となると、なぜこんなところに穴があるかということです。この穴は何を意味するかということですね。で、皆さんをインドのエローラへ案内します。英語の方ではエローラ・ケイブズ、エローラ洞窟となっています。大きな岩盤を上からあるいは横から掘り込んでですね、このような寺院ができたということです。このエロラからナスカに
線を引いてみます。そのラインは皆さんにお見せしたあの穴へとまっすぐとつながっていきます。ナスカです。古い滑走路ですから見にくいかもしれませんけども、注意深くご覧ください。この矢印で囲んだところにですね、滑走路があります。黄色いラインは右からですね、インドのエロラから引いてきたラインです。そしてそのラインはまっすぐと皆さんにお見せした穴へと向かっていきます。もう一度やってみます。この黄色いラインはインドのエロラから引いてきたラインです。そしてそのラインはこの滑走路を貫いて、そして穴へとやってきます。もう少し拡大して皆さんにご覧いただきます。この穴ですね。つまりこの滑走路はインドのエロラの方向を正確に示しているということになります。拡大してみます。さらに拡大しています。滑走路が見えるでしょうか。この黄色いラインが滑走路を貫いているのがわかります。つまりこの穴と滑走路はインドのエロラの方向を示しているということになります。今度は視点をですね、穴に移してみます。そして滑走路が見えますかね。この黄色ラインがエロラから引いてきたラインです。前方に山があるためにラインが途切れますが、インドのエロラから引いてきたラインです。そしてそのラインは穴へとやってきます。つまりこの穴はインドエロラの洞窟寺院を示すランドマークということになります。でもう一度結論を繰り返します。これはインドのエロラを示すランドマークということになります。まあ過去の写真と見比べていただきます。この中心にある黒い、一番黒い部分がその穴ということになります。ここで注意していただきたいことはですね、この穴を上下でちょうど挟むような形でラインがこの穴の上下のあたりまで伸びているという点です。注意深くご覧ください。今矢印で示したところです。つまりこの穴はこの滑走路を明らかに意識して作られた穴だということになります。つまりこれがエロラ、インドのエロラを示すランドマークということになります。今まで皆さんにお見せしてきたランドマークとは趣が違うといいますか、異質なランドマークということになりますが、私林博士はこれもランドマークの一つであると判断しました。